大丈夫だと思う。そう、ラスベガスに行きたいんですよ。仕事ラスベガスあるないからこの辺で。ベガス、ベガス、この付近でベガス、ベガス通り越しちゃってるやつが結構多いな。ない。とりあえずベガス行こう。よし。まずはマップに印つけないと。ベガス。こっちかな、ベガス。ここなんか V って書いてある。V はどうやらあれだね、荷物を扱ってる場所っぽいな。ちょっといや、ここに修理屋もあるからここ行こう。どこだ。 OK、 Let's do this。すごい勢いでこう校内を走りまくる男。ダメだったわ、なかった出口なんかなかった。こっち側に すごいな、ここまで荷物を全く運ばないトラックシミュレーター実況もないと思う。ゆっくり。オッケー。ただラスベガスに行きたいだけなんだ俺は。素晴らしい、パーフェクト、パーフェクトだけど、違う、パーフェクトだってスピードのリミットが OK、こんぐらい。さあ、あとはもうラスベガスに行くだけだ。もうベガスに行ったら俺の心がね、静まるから。まだ気球飛ばしてるな今。ベガスに向かってますよ。ベガスまであと100マイル。おいえ、おいえ、ノーイエ。あ、ベガスの夜が見れるんじゃないか、このままだったら。夜中の7時ぐらいに続きますからね、これ。ベガス依存症かよ、新しいね。ギャンブルとかじゃない、ベガスに依存してる。ベガスがないとダメなんです。プル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 。悪いけどね、今まで走ってきたのベガスをゆっくり見るためだから。でも間違いではない。さっきのサンフランシスコも非常に楽しかった。自分のさ、車で運転しながら自分でアメリカのどこどこ行くっていうのはなかなかいい夢なんじゃないですかね、これ。そ
外の気温34度だって、めちゃ暑いやん。右側は何なんだろうね、これ。だよ、この警察車両、ちょっと下りになったところで必ずやってくる警察車両、お前を見ているっつって。 I'll be watching you ですかね。もうトラック買ってますよ、これ私のトラックですから、ジョトラックですから、これ素晴らしいトラック私はです、ね、いいでしょこれ。まだ結果なんだぜ、しようって。なかなかこの視点難しいね。あ、でも結構こうトラックの外に出るとうるさいね。すげえ、ここ65マイルだって。スーパースピードウェイじゃん、ここ踏み込め。メガセの道は意外とハイスピードだな。嘘、80マイルになった、マジで。100何十キロ出していいの、ここ周りが速いわけだ。おー、怖え、今の勘弁してよ。絶対はめる気だったでしょ、俺のこと。よくある事故シーンでしたよ、これ完全に。今の教習所で出るから覚えておいてみたいな。 あと1マイル、あ、27マイルぐらいじゃん。ゆっくり行こう。危なかった、今の。でも超ブレーキ踏んだよ。荷物持ってたらやばかったね、今の。惜しいはおかしいだろ、しかも。完全に狙ってきてたね、これ。教習所のシミュレーションゲーム並みに、ここ確実に引かせる気だった。着いた。振ってられたんだよね、今。ズゴッって後ろから。今の俺悪いか。うわ、このトラックも怖い。やばいやばい、真横に警察いるので30マイル以上出しちゃあかん。怖ぁ。いや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 、3マイルぐらいしか出してないよ、速度超過。おかしいよね、今の。3マイルやで、たった。なぜ今俺切符切られた。たった3マイルだよ。このゲーム鬼だな。3マイル出してただけでね、このフーフーはおかしいよね。どんだけお前ら正確なこうフットコントロールしてんのよ。びっくりですわ。3マイル出しててもアウトですから、皆さんアメリカで気をつけて。マジかよ。あれ、ラスベガスのピラミッドってやつじゃないの、右側に見えるの。ねえ、ちょっと行きたいですね、早くあそこに。目の前に撮ってたトラック絶対30マイル以上出した。このまま行くと
睡眠とベッドと修理が、睡眠とベッドと同じ、ベッドと修理が見えてまいりました。ベッド&スパナ。アメリカントラックシミュレーターじゃなくてね、アメリカンルールシミュレーターだよ、完全にこれ。ドライビングルールシミュレーター、アメリカバージョンで、これどこから入るんだ、これ。そこからっぽい。あう、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 なお、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 OK。 スーパー修理タイム。修理は修理で、休むのは朝休む場所なんだ。レストエリアは隣です。 Let's heal it。アップグレードペイントショップ。ダックのメンテナンスと修理、優れたドライバーは車両を常に最高の状態に保ちます。最高級の準備だ。修理バイバイマニー。アップグレードもできる。アップグレード。2万ドル買うと何これ。あ、ガソリンのタンクが大きくなるんだ。これ50ガロン増えるもん。無言で購入する。トランスミッションね。あー、リターダー付きって書いてある。これえ、え、あ、え、あ、今の持ってるのを下取りに出すからってことだ。リターダーか。ラーダー付きの方がちゃんと止まってくれるんだろうね、多分。あとはインテリア。インテリアこれ以外なん、ないの、この内張り変える以外に。全くゲーム内で映ってこないんだもん。だってカラー変えられます。おお、お、ああ、カスタムカラーに変えられるよって。ほほー、スカイブルーメタリック。もっとなんかこうクールなやつないの。黄色。カスタムカラーを使って、なんかちょっとマネージャーカラー的な。あー、いいですね。保存。えぐい色になったな。なんか原色だね。もうちょっとこう薄くてもいいかな。あー、すごい、エロい。エロくはないか。あー、ベリーグー。これぐらいだとね、非常に爽やかですね。いえ、注文確定しないで。オール、イエース、いい色になりました。アクセサリー、フィギュアのアクセサリー必須で、トラックのピンを選択します。ピン、フロントミラー、ドライバーズプレート、メインミラー。ミラーは別にいいよ。これはこっちもミラーつけられますよ。コドライバーズプレート、メインミラー。これはサイドミラー。あー、なるほどね。上にもつけられますよ、と。真下がわからないね。この代わりにこっちつける。こんなもん。あ、しかもこれ、今乗ってるトラックは真後ろ全くぺったんこで休む場所がないね。なるほど。やったー、マネージャーカラーゲットで、イエーイ、マイカラーですよ、これ。マイカラーゲッチュー。で、休むとこが欲しいから。
出口でぶつけたら最低だよね。あ、いいね、ガソリンも入れる場所あるし。レッツゴー。 Oh, 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 oh. Let's go. Oh no. OK。 本当に休むとこここにあんの、これ。これ騙されたんじゃね、これ。泣くね、入り口。ドライバーズレストプレイスがあったの、これもしかして。そんなバカな。ここじゃないでしょ、これ。ここじゃないよ。完全にオフロード走ってるよ今、新車なのに。色はバカリテンス。落ち落ち、大丈夫だ。 Now or never。 どこにあるんだろうね、レストエリア。たまにあった。あ、なんかこうかな、左入ったちょいぐらいにあったとか。トラックサービスに入れてください。ここで休憩しちゃうと、もしかするともう朝になっちゃうかもしれない。お、リモだ、リモジンだよ。ここ本当に本当に本当にある、休憩所。入り口なくね、だって。ないもんね、入り口。ほほほほほ、騙されたよ、これ多分。もしくはここに止まればプーみたいな。ないわ。ここでもほら、開けますよみたいなこうマークついてるけどね、開かないもんね。まだやってないのか。ちょっと私には入り口が見つかりませんでした。あ、ここ左に行けるっぽいね。ぐるーっと回ればいけるかもね、確かに。いけると思ったかーみたいな感じで、何もないや。よっしゃ。あかん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 。すげえなってる、すげえなってるよ。でも、大丈夫。安心してください。ぶつかってはいません。ぶつかってはいません。こんなところで切り返すとは。ラスベガスで金をこう稼ぎすぎると、マフィアが来るし。で、帰れって言われるし。いや、謎だな、そのコメント。
りあえずガソリン入れておこうかじゃん。しょうがないもんね。休む場所ここはちょっとないみたいな。のベガスマップを、ここ以外にはベッドは、あ、ここにあるな、ベッド。これなんだこのガレージは。ここ行ってみよう。ストップって書いてある。一回止まって。こういうところも右は曲がっていいんだね。難しいな。マイケルベン。新しいレストエリアを探す。ピラミッドも見たいしね。ピラミッド見たら無事に終われるよ。おうおうおうおお完全に休みしてました。すいません。まいります。キングラスベガス。嘘信号無視した。キングに騙されたんだ。俺のせいじゃない。そう、なんか踏んだ。血がぶつかったんだ。ボロボロだ。ラスベガス入ってきてからの俺はボロボロだ。俺自身に休息が必要だ。難しいね。アメリカトラックシミュレーター。トラックヘッドクォーターズ。なんだろうね、トラックヘッドクォーターズ。このガレージは18万円で販売中です。おお。ここにもヘッドクォーターを変えるわけだね。なるほど。え、完全な休息はできるんですかね、これ。自分家じゃないんだけどさ、これ休ませてくれんの、これ。休ませてくれないよね、そりゃ。わかんない、ちょっと端っこの方行ったら行けるかな。無理だね、これは。なるほど、ここは家変えるんだね、ガレージ売ってんだ。ガスナイトまであと少しでございます。ちょっと自由に走ってみますか、せっかくだし。ここに左にこっち曲がりたい。こう曲がらしてくれるのかな。この右折の国は曲がらしてくれるのか。ありそうだ。
疲れてきてるね、これ。疲れてくるとこうなるっていうのがよく分かりやすいですね。ベガスナイトにしたいんですけどね、なかなかうまくいかない。いや、おかしいだろ、お前ら左折してくんだぞ。あそこのピラミッドに行こうぜ。ごめん、ちょっとこう30マイルだろ。はい。おー、バルーン、地球も飛んでる。地球っていうか、あの、なんだろう、飛行船。ここ左折禁止だって。いえー、止まります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 。前が混んでるから止まります。あそこはどうやって行くんだ。ベガス、すごい車走ってるわ。イエローキャブとか。何あれ、何ホテルなのあれ。ちょうど切れ目で見えない。で、さっきのピラメッドはどこなんですかね。あった、ピラミッド。出たピラミッド、ラスベガスですよ、ここは。曲がっちゃいけないけど、そんなことないよね。ここ左折禁止だったかな。とりあえずあそこに行きたいという私の願いを叶えてくれ。マンダレイプレイスって書いてある。30マイルはいいね、のんびり走る。クレインヤードかな、これ。それガスか。あー、結局こういう風な、こっち側来ちゃうんだね。まだそんなに細かいマップまではできてないと。ほっほー、なるほどね。見えますか。開いてる、巻いてる。ここ曲がれないね、これないんだね、ここマップないんだね。いや、もっとなんかこう華やかなとこバーって走りたいんですよね。走ってなさそうなところをガーガー走ってみますか。すぐ30キロ超えちゃうかな。ここ右行ったらなんかあるかな。降りて歩けないのかな。降りて歩きたいよ。多分ね、
ある程度近くまで行ったら俺が運転視点を切り替えれば面白いとは思う。モーター屋さんだって、あっちはあっちでなんかベガースって感じになってるね。あっちはあっちで面白そうですよ。あんまりスピード出してもまた捕まってしまう。あー、目の前にピラミッドがある。基本的にでも一個向こうだわ。で、危ねえ。マップを見るとここがベガスなんですよ。だからこう行かない限り何にもないね、多分。さっき近づいたのが一番こうベガス的な場所だったんだと思う。だからここに来てみたいな、これにしてやればいいよ。なかなか堪能するのは難しいね。いきなり U ターンしようって書いてあるじゃん。ベガス走ってますわ、私。お、前出た。ここで曲がんの？すげえな、ナビゲーション。各もうろうろベガスをする人はなかなかいないでしょう。ベガスマスターという意味だ。ここをこう開いて、なるほど、ここを突っ切って左。すごいインガー走ってったね、今トラック。カズイノ、もう30キロなんだね。あれだ、あれ、ベガスの日は ヘルスケアセンター。ここだったらのんびり走っても怒られないね。おー、ベガス、カジノ。ナンバージャック、ブロード。ご覧ください、こちらがねベガスでございます。あんま上を向けないんだね、これ。おー、あるじゃん、なんか偽物シリーズ、エッフェル塔とか。あるね、ちゃんと。ここから右行けないんですけど、ここ
右すら行けないし、左も行けないし、まっすぐ行かない。おお、お、青だ。なんか乗り合えた。ここをぐるって回るぐらいしかないんだね。ブラックジャック93、いたマリト。なんか本当に俺の気の行くまでペガスをひた走る配信になっている。あん中にたくさんいろいろ入ってるんだね。さすがに中まではいけないけど、こう楽しめるということですか。そう、全くこうゲームの本来の働くっていうことはやってません。ベガスをこれで走れるゲームなかなかないよ。ここ右曲がれないですからね。本当はあっち側にこうベガスに通じる道があるんだけど、カジノが。前のトラックは一生懸命働いてる、偉いよ。すごいな。色も変わったし、いいね。自分と反射って感じがする。あそこのピラミッドとかはやっぱそのベガスっぽい。あっ、信号停止違反。あ、交差点のど真ん中に突っ切っちゃった。この人のちょっと分かんなかった。あ、いいわこの辺。いいなあこの視点。ベガスにやってきたんだね俺は。こうしてやると綺麗に Welcome to Vegas というわけです。ちょっと前のリムジンが邪魔だな。イエー、マンデラベイホテルかな。おー、ベガスっぽい。イエース、やったー。俺も結構満足してきた。というわけでね、まあ後半でひたすらベガスを走る動画になってしまいましたが、なかなか観光するの持ってこないので、持ってこないじゃない、持ってこいのゲームということで、なかなかいいんじゃないかと思います。 Welcome to はい、へ、ふ、へ、ぱ
ペリートレアラウスラスベガスネバダ、はい。そんなんだったんだね、ベガス、まあ、自分の愛車も買ったし言うことねえな。この視点もかっこいい。タイヤメーカーどこのって感じ、ダイナミックスって感じ、よくできてるね。しかし俺こんな顔してんだね、全然あのイメージの、ね、おじさんと違うじゃんっていう。まあなかなかね楽しんでもらえたんじゃないかなと思います。というわけで今回の放送はこのぐらいでお送りしたいと思います。辻も、まあ、いつやるか分かんないですよね。お楽しみにしていただければと思います。またな。